バブルはすでに崩壊している。崩壊の始まりは2021年9月、中国不動産バブル崩壊、恒大集団の危機がきっかけだった。だが本当の理由はバブルがすでに最終盤にあり、アメリカの中央銀行にあたる FED がテーパリング、量的緩和の縮小の開始時期を2021年11月に繰り上げ、さらに利上げ開始が2022年半ばまで前倒しされる可能性を FOMC、 連邦公開市場委員会で示唆したことだった2023年から利上げ FOMC 前連邦公開市場委員会予想がそれが中国不動産バブル崩壊で早まった2022年利上げその理由で崩壊は始まっていたのであるその後ニューヨークダウ平均株価は大幅に回復しただけでなく史上最高値を200 2 0に、 一年十一月に更新した。しかし、FED がテーパリングを実際に開始すると、株価は同月末にかけて9月の水準まで大きく下落した。そして、2021年十二月には対談高下が始まった。一日の中でも乱れ高下し、値幅が増大した。十二月前半は急回復と急落を繰り返しながら、同月半ばから急回復し、 ダウは年が明けて2022年1月4日に史上最高値を更新した。しかし、ダウはそこから急落を開始した。1月24日は昨年11月末の水準を割り込み、直近の最安値を更新した。それよりも重要なことは、1日の上下の値幅が1000ドル近いことで、しかもそれが連日であったことである。そして、 1>, 1月26日には FOMC の結果が発表となったテータリングを3月初めに終了し、同月中旬の会合で利上げを開始し、その後の資産縮小の原則的な考え方をわざわざ文書にして公表。FRB、連邦準備制度理事会のジェローム・タウエル議長は記者会見で、さらに資産縮小は利上げ開始よりも後であるが、 前回の資産縮小よりもはるかに大規模であることをはっきりと説明した。このように、バブル終了の号令は3回なったのである。FED が毎回の FOMC で、バブルは終わりだ、と2ヶ月ごとに3連続で宣言したのだ。バブルは決定的に崩壊したのである。決定的なバブル崩壊。3つの現象、バブル崩壊、バブルの決定的終了を示す現象はいくつもある。 第一に、ナスダックである、アメリカのダウを見ていると、新のバブル崩壊のタイミングがわからない。だが、ナスダックの方は2021年11月がピークであり、その後の下落幅はダウよりもはるかに大きく、調整局面入りを明示的に示している。さらに、2022年1月の下落は一直線の連日の下落である。第二に、ビットコインの暴落も激しい。 テスラの CEO 最高経営責任者であるイーロン・マスク氏の行動に惑わされている人々が多いが何がきっかけにせよ要はバブルが決定的に崩壊した第3に日本株はすでに2021年9月にピークをつけており東証マザーズなどの大暴落は致命的に激しいこれらの3つが何を表しているかというと大きくバブルになっていたものほど大きく下落しているという ことである。つまり、下落がすべてバブル崩壊にあることを示しているのだ。また、弱いところほど、バブル崩壊が即座に反映されている。なぜなら、バブルの最後はそれを受け入れたくないから、まだ暴落が始まらないところ、相対的に増し、と思われるところに資金が一時的に移動し、売るタイミングを見計らう。そして、最後の聖域であるダウコウ生命柄も、 持続不可能になってきた今は、完全なるバブル崩壊が示されたのだ。しかし、これでも、哀れな、あるいは個人投資家や投資の素人である一般メディアを馬鹿にした、市場関係者は、言葉の上ではバブルの完全、全面崩壊を認めようとしない、今後は一段と企業業績をよく見る必要がある。勝ち組、負け組を見極めて、銘柄を選別する必要がある。 などという株式アナリストの悲痛なアドバイスは有害である。大きく上がったものは大きく下がり、小さくしか上がっていないものは小さく下がるだけであり、今後、上がるものはほとんどない。バブルでも上がらなかった弱い銘柄は、今後も弱いので暴落はしないが、上がるわけがない。これは典型的なバブル崩壊時の風景であり、アナリストの言明パターンである。まあ、他人の哀れな姿などどうでもいい。 重要なのは、現状の市場の状態の、より正確な分析である、バブルが崩壊した、ほぼそれは決定的だ。さてこの時、第一に、なぜ毎日乱高下するのか、一日の中で大きく上がり、また下がるのか、そして第二に、なぜ昨年11月以降、乱高下を3回も繰り返したのか、この2つの、一見謎に見える現象は、実は謎どころか、 最も明確な市場の現状を表している鍵となる現象。最も明快な情報なのだ。そもそも、市場の現状、というものは存在しない、ということを肝に銘じておく必要がある。もっと言えば、そもそも、市場、などというものは、存在しないのである。市場とは概念に過ぎず、実体はない。市場とは幻想なのだ。市場、とは、投資家の群れ、 に過ぎない。では、多くの人々が、市場、と呼んでいるものとは何なのか。それは、投資家の集合体である。市場とは、投資家の群れに過ぎない。取引所とは、欲望にまみれた群れが、じゃれ合い、いがみ合い、罵り合い、噛みつき合い、そして、最後には疫性に逃げ出す場に過ぎない。そういう場を提供しているに過ぎないのである。市場とは、 投資家の集合体、群れに他ならない、と捉え直すと、今まで見えなかったものが全て見えてくる、市場の声を聞け、という言葉を使うのは市場も投資も知らない人々であり、市場の声、とは投資家の声に過ぎない、声というよりは、欲望から生まれた汗であり、叫びである、市場が、中央銀行の政策変更を催促する、とか、 政府の政策に対して警鐘を鳴らしたとか、いご事を市場関係者は言う。だが、それは単なる投資家たちの苦情である、欲望が実現できないことに対する文句に過ぎない。そして、バブル崩壊。時の彼らの声とは、悲痛な叫びであり、それは取引所のおける売買行動として現れる。取引量が増えるのは、投資家たちが焦って大騒往,往しているからであり、 動きが増えているということである、乱高下はまさに左往であり、どちらに動いていいかわからず、あるいはわかっているが、パニックで過敏に支え、支え、なニュースに過剰反応し、七点抜刀している様である。さて、第一の、毎日の乱高下、だが、これは投資家、及びトレーダー、のセンチメント、心理、を表している。 小さなニュースに一喜一憂し、しかもその日の中で大きく動くのは、ファンダメンタルズや中央銀行、政府の政策に関するニュース自体にびくついているというよりは、ほ、かの人たちがどう動くのかにびくびくしていることを示している、みんなが売っている、やばい俺も売らなきゃ、みんなは買いに転じた、しまった売ってしまった、買い戻せ、などといった具合だ、そして、 これらを操さおする投資家の動きに常時うとするトレーダーも、トレーダーたちがどう動くかには異常に敏感で、その流れに乗り遅れまいとしている。そういう状況である。そして、より重要なのは、なぜ皆が超短期の流れに乗りたいと思うのかというと、自分に全く自信がないから、というよりは、もうバブルが崩壊寸前、あるいは崩壊していることを認識しているから、ファンダメンタルズは無関係。 トレードのモメンタム、勢い、だけが相場の、動きを決めることを知っているからだ。そして、バブルは終わりだから、基本的には逃げ方向であるからである。したがって、毎日ランダ下し、一日の中で上下に触れるのは、バブル崩壊を投資家全員が認識していることを表しているのである。大きなバブルは2回崩壊する。第2の、1ヶ月単位の乱高下、は、 もっと大きな枠組みで、バブル崩壊が決定したことを示している。私の独自の観察として、だから異論は多くあるだろうが、大きなバブルが崩壊するとき、必ず2回崩壊する、という事実がある。2008年のリーマンショックのときも、1年前にタリバショックがあった、日本のバブル崩壊でも、株価は1990年1月の大発会から大暴落が始まったが、 それでも一気には行かず、3月の年度末を超えて、暴落は峠を過ぎたかと思われたが、8月から真の大暴落が始まった。この理由は、1回目の暴落ではまだ儲かっている投資家が多く、センチメントとしては、いかん、バブル崩壊から逃げ遅れた、しまった、ということなのだが、財務的には余裕があるので、パニックで全員が一気に逃げるということはせず、 タイミングを見計らって、次の崩壊前に逃げる準備を静かに行うからである。しかし、二回目のショックが来た時には、逃げる準備は整っているし、それまでに売れるものは静かに売ってきたし、逃げる準備は整っているから、一気に逃げるのである。あるいは、もう財務的に追い込まれて、投げるしかない。意図しかも続出するのである。今回で言うと、昨年9月の下落は、 バブル崩壊が始まったことが皆、頭では分かったが、まだそれを受け入れたくない、中国だけだ、という言い訳をして、もう少しバブルに酔いたい、儲けたいという欲望が、崩壊を押しとどめたのである。賢明な投資家たちは静かに寄り進めた。なぜなら、次のショックはアメリカの中央銀行 FED の売り上げによるものであり、それは確実に起こることが誰にでも分かっていたからである。しかし、 強欲な投資家は、あるいは、後からバブルに参加して、もう少し儲けたいという甘えた投資家たちは、まだ崩壊はもう少し先だ、ということを信じたかったし、そうしたかったのである、量的感は、バブルは終わった、だが、11月に FED の態度がより鮮明になり、さらに利上げは前倒し、そのペースも早まるということが明確になると、 一度目の明確なバブル崩壊が起きた。しかし、ここでは完全に逃げ切れないから、売り場を作るために、バブルはまだ崩壊しない、というセロンを作り上げ、ナスダックなどのグロース株は終わりでも、コロナが終わって、これからは代わりにオールドセクターが実体経済の回復に伴い持ち直す、というストーリーでごまかそうとしたのである。ごまかしは効かなかった。 2022年になって FED の態度が決定的になると、もう終わりである。そして、それは分かっていたから、今回の FOMC を待たずに、クリスマスの終わり、割頃から売り始めていたのである。これが1ヶ月単位の投資家たちの行動であり、思考回路である。2度目のバブル崩壊。これは決定的であり、もはやバブルに戻ることはありえないのである。今後はどうなるか。 短期的に一時戻すような動きがあれば、そこを捉えて、逃げ損なっている投資家たちが売る、売り損ねた分を売る。そして、さらなる売り場を作るために、少し戻す。しかし、徐々に戻す局面が少なくなり、戻る幅も小さくなり、下落が続くようになる。問題は、私が考える1990年からの実体経済の中期的な、 一般的には長期的と言うだろうが、30年続いたバブルだから、バブルが終わり、長期停滞局面に入るかどうかだ、私は入ると思うが、そこは議論が分かれるところだろう。ただし、2009年に始まった量的緩和バブルは決定的に終わったのである。